それでは、プレーニング中のセーリングフォーム、よく見かける丸いセーリングフォームですね、引く方向、ブランコに乗るように座るのか腰で引く、まあ、極端な例ですけど、この2つで解説すると、まだ腰掛けて乗ってる人が多いと思います。そういう人の姿勢をやってみます。ブランコにぶら下がるように座って、背骨はまっすぐ伸びて、手はちょっと曲がって、膝は曲がって、こういう形で乗ってますよね。当然楽です。でもスピードはこれ以上伸びませんので、もっとセーブに体重をかけるためにも腰方向で引いて、タイプアウトっていう言葉を、ここで出しますが、極端にはそこ肩でセーリングする、この状態で膝をちょっと曲げて上半身だけを起こして手を添えます。この姿勢、ここで膝を伸ばしすぎてしまいますとスピンアウトしてしまいますので、軽く曲げて上半身、おへそを出して上半身を曲げる、このことによって水平に目をしてセーリング。この方が特にアッピンド方向ですと、セールを回として走ってますので、体を起こして乗った方がいいでしょう。このような姿勢、ですから自分のセーリングフォームを友達でビデオで撮ってもらったり、写真で撮ってもらうと自分の姿勢がわかると思います。でもし、お尻が出て背中がまっすぐで乗ってる方が自分で見かけたら、背中方向で引くようにすれば、それが矯正できると思いますから、試してやってみてください。それでは、プレーニング状態、今アビーム方向にプレーニングしているとします。その状態から、元へ戻る、風が落ちた時に元へ戻ったり、またアビーム状態へ戻る操作やってみます。まず風がなくなってきました。全体的にセールが起きてきます。当然風がなくなってきました。前足荷重で後ろ足をボードのセンターライン、次に後ろ足荷重で前足をボードのセンターライン、風が入ってきました。次に、アフターレイキしながら後ろ足荷重で前足をストラップ、前足荷重で後ろ足をストラップと同時に、同じように今度は、ブームの今日のハーネスラインの位置の腰の向きを見てください。全体的に後ろに行くに従ってセールもアフターレイキしてます。これは非常に大事です。先ほども説明しましたが、アフターレイキしてないのに後ろ足だけ入れようとする人は、非常に遠くて非常に後ろ足が遠く感じる人は、セールがアフターレイキしてないと思ってください。アフターレイキで切る人はストラップに入れやすい場所にブームが来るわけです。ハーネスラインの位置に、これがアフターレイキせずにやろうとすると後ろ足が非常に遠く感じます。前足荷重で戻す、後ろ足荷重、よしですね。これをぜひ、皆さん体験してください。それでは、腰の位置とそれから足の使い方、それについて説明していきます。クローズ方向はかかとを前へ出して、後ろ足かかとを前へ出して、後ろ足でプレッシャーしていきます。ボードを蹴っていきます。ハの字になりますね。前足はボードのヒールアングルをこれで調整してください。つま先を上に向けたり戻したりしてヒールアングルを調整します。後ろ足は荷重します。アビーム方向は真横になるようにですね、こう後ろ足が真横に向く、前足が前向けていきます。これがアビーム方向です。そして
両足均等に体重を測るようにしてください。膝が伸ばしすぎるとフラットの背面はいいんですけど、荒れてくるとボードをスピンアウトしたりボードを暴れてしまいますから、軽く曲げていってください。次に、クォーターですね、裸足も側に走るときには背筋面がもっと下がりますから、あの背のドラフトも下げていきます。当然後ろ足が曲がって前足が伸びます。前足はボードを押さえてボードが舞い上がらないように押さえてフォローします。後ろ足は、ボードを蹴らないように、蹴りすぎないように、波を越えるときには後ろ足もリラックスしながらボードをコントロールしていきます。後ろ足が曲がって前足が伸びていきます。背全体に後ろに下がっていきます。後ろ下がる。そして次が元の位置、アップウィンド、スピンですね。アップウィンドします。通常のセーリング、そしてクォーターのどん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 下げていく、この姿勢ですから、これ以上アフターレイキができない人はクォーターとかですね、スピード、非常にスピードを出したいときに、このような姿勢ができないと思います。それと異常に、ジョイントが手前すぎる人もなかなかアフターレイキできないですよね。アフターレイキしちゃうと運命のがついてしまうんですから、外とか水面に。後ろ足を下げてクォーターの練習もしてみましょう。クォーターの練習、通常のセーリングなウィンド、これをぜひ練習してみてください。クォーター方向へ行きます。次にがアビーム方向ですね。アップウィンド、バットを出して後ろ足でボードをプレッシャーして、前足はボードのヒールアングルを調整します。通常のセーリングで元へ戻します。この状態から後退方向を変えていくときに、姿勢はどん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 後ろに下がっていきます。前足を、前足でボードを押さえて後ろ足でボードをコントロールします。これがアピールです。次はクイーンのかかとを後ろ足かかとを出して前足をつま先上げてヒールを上げます。風がなくなってきたら前足荷重で上体を前に普通にぶら下がるように、それでも足りない場合は後ろ足を抜いてボードのセンターライン、それでもダメな場合は前足を抜いてボードのセンターライン。風が入ってきたらすぐ逆を行います。当然セールもアフターリンクスにやると後ろで